昔、海の、底の、竜宮城の、お妃様が、猿の肝を、食べたいと、言い出しました。そこで、竜宮城の、王様は、亀さんに、猿の肝を、取ってくるように、言いました。亀さんは、ある海岸に、行きました。すると、海岸の、木の上に、お猿さんが、いました。猿さん、猿さん、竜宮城に、行きませんか。たくさん、ごちそうしてあげますよ。おや、ごちそうして、くれるのかい。それなら、行こう。猿さんは、そう言って、亀さんの背中に、乗りました。亀さんは、猿さんを、背中に乗せると、どんどん、海の底に、向かって、行きました。やがて、竜宮城に、着きました。亀さんは、猿さんを、門の前に、待たせて、王様に、猿さんが、来たことを、お知らせに、行きました。門を、番していた、クラゲさんが、言いました。はるはる、一体、どうして、竜宮城に、来たんだい？亀さんが、竜宮城に、来れば、ごちそうしてくれると、言ったからさ。猿さんが、そう言うと、クラゲさんは、大笑い、しました。わっはっは、それは、嘘だよ。はるはるは、騙されたんだ。本当は、はるさんの、肝を、お妃様が、食べたいからさ。そこへ、亀さんが、出てきました。さあ、猿さん、泣かせどうぞ。王様が、ごちそうして、くださるそうですよ。すると、猿さんは、言いました。いやあ、困ったな。今、クラゲさんに、聞いたんだけど、僕の、肝を、お妃様が、食べたいんだって、早く、言ってくれれば、いいのに。実は、今日は、肝を、木の枝に、干してきたんだよ。え、肝を、置いてきたって、仕方ない、猿さん。また背中に、乗ってください。肝を、取りに、帰りましょう。亀さんは、そう言って、猿さんを、背中に乗せると、海の上を、目指しました。海岸に着くと、猿は、一目散に、木の上に、逃げました。やあい、亀さん、騙された。肝を、干すはずないだろう。肝を、食べられたら、たまらないから、騙したのさ。亀さんは、仕方なく、竜宮へ、帰って、行きました。亀さんは、竜宮城へ、帰ると、猿さんに、騙されたことを、王様に、お話ししました。王様は、大変怒って、言いました。おしゃべりな、クラゲめ。罰に、骨を、抜き取ってしまえ。こうして、クラゲさんは、骨を抜かれて、ふにゃふにゃの、体になったのです。おしまい、おしまい。